みを読むのに月の明かりはもどかしいな。お前様、お体の光でご覧ずるがようござります。懐かしい、優しい、嬉しい、おゆかしい便りを聞いた。ウバ、私は参るよ。お住まいへ、夜叉ヶ池へでござりましょう。あれ、お前は何を言う。私の行くのは剣ヶ峰だよ。剣ヶ峰へとおっしゃりますと。聞かずと大事ないものを。千社ヶ池とは知れたこと。このおふみのとこへさ。またわがままを仰せられます。お前様、ここに釣り鐘がござります。お忘れはなさりますまい。山ながら川ながらお前様が大座をお移しなさりますれば、幾万何千の生類の命を絶たねばなりませぬ。剣ヶ峰千社ヶ池のあのお方様とても同じこと。ここへお運びとなりますと、白山谷は湖になりますゆえ、そのために彼方からもお越しの儀はかないませぬ。乳母はじめ胸を痛めます。おいとしいことなれども、ぜひないことにござります。そんな理屈を言って、ウバ、お前は人間の味方かい。たとえ旧敵なればと申して、誓いを破っては愛なりませぬ。誓いは誰がしたい。ご先祖代々浅ましい人間でさえ誓いを忘れませねばこそ、浅睦、暮睦、牛睦と三度の鐘を絶やしませぬ。この鐘の鳴りますうちは、村里を水の底には沈められぬのでござります。恨めしい。この鐘さえなかったら、ウバ、どう思うても私は行く。剣ヶ峰へ行かねばならぬ。鐘さえなくば誓いもあるまい。皆が、あの鐘取って落としてみじんになるまで砕いておしまい。またそのような和訳をおっしゃる。人間の命を絶つこと、きつとおたしなみなさりませい。人の命のどうなろうと、それを私が知ることか。恋には我が身の命もいらぬ。ウバ、堪忍して生かしておくれ。ああ、お愛しいがなりますまい。思いは義理でござりまする。義理や掟は人間の勝手づく。我と我が身を戒めの縄よ。鬼、畜生、夜叉、悪鬼、毒蛇といわれる我が身に、袖とて妻とて恋路を塞いで遮る雲の一重もない。先祖は先祖よ、親は親。お約束なり誓いなり、それは都合で遊ばした。人間とても年が経てばないがしろにする約束を、一息早く私が破るに何にはばかることがある。ああ、恋しい人の文を抱いて私は心も悩乱した。ウバ、許して。なるほど、お気が乱れましたな。浅睦、暮睦、ただ一度人間が怠れば、その時こそは瞬く間も待ちません。ただ
この鐘をつくうちに誓いをお破り遊ばすと諸神諸仏が即座のおたたり、それを何となされます。日野川の大河、名だたる揖斐川、二つの川のお支配遊ばす百万石のお姫様、わがままは愛なりませぬ。お体大事にござりまする。うるさいな。義理も仁義も心得て長生きしたくば勝手におし、命のために恋は捨てない。諸神諸仏は知らぬこと、天の御罰を被っても御体は粉に砕けようと八つ咲きにされようと、恋しい人を血に染めて燃え憧るる魂はかすかな蛍の光となっても、剣が峰へとばいでおこうか。おどき、おどき、おどきというに、ウバ、ウバ、あの声は？鐘楼守、社のユリでござりまする。おお、美しいおユリさんか。何をしているのだろうね。恋人のアキラの留守に人形を抱きまして、心やりに子守歌を歌いまする。恋しい人と別れているとき、歌を歌えば紛れるものかえ？仰せの通りでござりまする。思い迫ってつい忘れた。私がこの村を沈めたら、美しい人の命もあるまい。金をつけばあだだけれども、この家の二人は、妬ましいがうらやましい。ウバ、おとなしゅうしてあやかろうな。おうれしゅう存じまする。人形を抱いて私も歌おう。剣ヶ峰のお使い、お返事をあげよう。ご苦労であった。おゆりさん、一緒に歌を歌いましょうね。ねんねん、ころりよ、おころりよ、おOh, my dear.
侍女五人、おのおの名にそぐえる姿、鼓の尾の欄干にあるいは立ち、あるいはいて、手に手に五色の絹糸を巻きたる糸枠に、金色銀色の細き竿を通し、糸を松杉の高き梢をくぐらして釣りの姿す。すすき天守の壁の内より伊豆。主の五重から釣りをするものがありますかえ。天の川は芝を流れはいたしません。富姫様がよそへお出かけ遊ばしていくら暇があると申したって冗談ではありません。いえ、魚を釣るのではございません。あの秋草を釣りますのでござりますよ。花を、秋草を、へはて、これは珍しいことを受けたまわります。伺いますが、お持ちになります餌の木でござんすがね。はい、それは白つゆでございますわ。千草、八草、秋草が、それはそれは今頃はつゆをたんと欲しがるのでございますよ。お魚とは違いますから、声を出しても歌いましても構いません。ただ、風が騒ぐといけませんわ。餌のつゆがパラパラこぼれてしまいますから。あ、釣れました。まあお見事。桔梗さん、竿をおかしな、私も釣ろう。まことに感心、おつだことね。お待ちあそばせ、大層風が出てまいりました。餌が糸に止まりますまい。意地の悪い、急に激しい風になったよ。内ぐるわの秋草が美しい波を打ちます。すすきばかりが真っ白に水のように流れてきました。さっきから野も山も不思議に暗いと思っていた。これはひどい降りになりますね。富姫様がお帰りでございますよ。お帰り遊ばせ。出迎えかい、ご苦労だね。少しくたびれましたよ。おかめ様はまだお見えでなかったろうね。はい、おひいさまはやがてお入りでござりましょう。それにつけてもお前さま、お帰りをお待ち申し上げておりました。いずれお越し遊ばしました？夜叉ヶ池まで参ったよ。おお、越前の国大野郡、人跡絶えました山奥の夜叉ヶ池まで。お池の主のおゆきさまにちっと頼みたいことがあって。私はじめここにおりますタレゾをお使いをいたしますもの。
ご自分おいで遊ばして、なんと雨にお会いなさいましてさ。その雨を頼みに行きました。今日はね、この姫路の城、それ播磨守が秋の野山へ鷹狩りに大勢で出かけました。みんな知っておいでだろう。空は鷹し渡り鳥、彩りの鳴く音は嬉しいが、たはたと言わず駆け回ってキャッキャと飛び騒ぐ人間の大声は騒がしい。まだそれも鷹ばかりなら我慢もする。近頃は無作法な弓や鉄砲で荒れ立つから、うるささもうるさしさ。何よりお前、私のお客、この大空の霧を渡って籠でおいでのお亀様にも途中失礼だと思ったから、雨風で鷹狩りの行列を追い崩す、それを夜叉ヶ池のお行き様にお頼み申しに参ったのだよ。どれこそ時ならぬ急な雨と存じました。お前様、まあそれよりもお召し替えを遊ばしまし、お召し物が濡れましてお気味が悪うございましょう。濡れはしなかった、気味の悪いこともないけれど、隔ての中の女同士もお亀様にこのままでは失礼だろう。着替えましょうか。ついでにお主も。ああ、あげてもらおうよ。私もお懐かしい。猪苗代からこの姫路まで道中500里はあろうね。よくそれで手まりをつきにわざわざここまでおいでだね。でございますから、お姉様は私がおかわいをございましょう。おかわい、どれ手まりをお見せ。まあきれいな、私にも持ってきてくださればよいものを。お姉様へは土産がこれに。ご覧なさいまし、生首でございます。あら部長法、途中ゆりこぼいてこれはつゆが出ました。うばうば、あいやい、ご神物が汚れました。人ぬぐい清めた上で信ぜましょう。お気遣いには及びませぬ。血だらけな罠を石狩る。こぼれた厚物は吐きだめの汁でござるわの。おあんばいにはよりませぬ。むさや、見た目にむさや。どれどれ、掃除してまいらしょうぞ。むさや、ペロペロ、むさやのペロペロ、むさやのむさやの、ああ、うまやの、むさやの、ああ、むさいぞの、やれ、うまいぞの。ごちそうが減りはしませんか。なんのいの、取る年の恐ろしさ。近頃は歯が悪うて、人間の首やたくあんの尻尾はの、かくやにせねば喉へは通らぬ。そのままの形では金華刀の鯛でさえ横かじりにはならぬことよ。このウバが舌に手なめますると、鳥獣も人間もトロトロと消えて骨ばかりになります。あら、お土産の顔つきが細長うなりました。なれども過ちの巧妙、死んで変わりました人相がかえって元の面体に戻りました。ご覧なさいませ。お亀様、このお土産はこれは確か。はい、私が久しを貸す猪苗代亀頭の主、武田右衛門之助の首でございますよ。
もうあなた、私のためにそんなことを。かまいません。それに、私がいたしたとは誰も知りはしませんもの。私が城を出ますときはね、まだこの右衛門の助はおめかけの膝に寄りかかって酒を飲んでおりました。お大名のくせに意地が汚くてね。鯉国を一口に食べますとね、魚の腹渡に針があって、それが喉へ刺さって、それで亡くなるのでございますから、今頃ちょうどそのお膳が出たぐらいでございますよ。ようござんす。右衛門佐はこの姫路の城の主播磨守とは血を分けた兄弟。よく似ている。ちょっと獅子にお供え申そう。お姉様、お羨ましい。え？旦那様がおいで遊ばす。嘘がまことに、お互いに。何の不足はないけれど。こんな男が欲しいね。それよりか、お姉様、早くお約束の手まりをついて遊びましょうよ。ああ、遊びましょう。その鉄砲で松並木を走っていました。あ、首に似た殿様が馬に乗って反り返って威張って本丸へ入ってきますね。播磨の神さ、まあ、翼の白い羽の雪のようないい鷹を持っている。おお、あなた、あの鷹を取ってあげましょうね。まあ、どうしてあれを。見ておいで。それは姫路の富だもの。それ、お涼しいお姉様。この鷹ならば針を投げても取りましょう。たんとお遊びなさいまし。あい。お姉様、下から虫どもが来ました。水産の皆が線香花火を焚き、そうすると鉄砲の火でこの天守が燃えると思ってびっくりして撃たなくなるから。それごらん。ついでにその火で焼けそうなところを 2,3 箇所焼くがいい。おかめ様の帰り道の松明にしようから。お心づくしよ、うれしや。さらばさらばよ。それがし、私は当
城の大主に誓う武士の一人でございます。何しに見えた。百年以来二十三十までは格別、当お天守五十までは小ある者の参った試しはありませぬ。今宵大殿の仰せによって私見届けに参りました。それだけのことか。かつまた大殿様ご秘蔵の日本一の鷹がそれまして、お天守のこの辺りへ隠れました。行方を求めよとの御意でございます。翼ある者は人間ほど不自由ではない。千里五百里勝手なところへ飛ぶと多いなさるがよい。五十里参って見届けた上、いかが計らえとも言われなかったか。いや、受けたまわりませぬ。そしてお前もこう見届けた上にどうしようとも思いませぬか。お天守は殿様のものでございます。いかなることがありましょうとも、私一存にて何と計らおうとも決して存じませぬ。お待ち、この天守は私のものだよ。それはあなたのものかもしれませぬ。また殿様は殿様でご自分のものだと御意あすばかもしれませぬ。しかしいずれにいたせ、私のものでないことは確かでございます。自分のものでないものを殿様の仰せも待たずにどうしようとも思いませぬ。涼しい言葉だね。その心なればここを無事で帰られよう、私も無事に返してあげます。妙賀に存じます。今度は播磨が申しつけても決して来てはなりません。ここは人間の来るところではないのだから、また誰も参らぬように。いや、私が参らぬ以上は五十万石のご家中誰一人参りますものはございますまい。皆命が大切でございますから。お前はそして命は欲しゅうなかったのか。私は司祭あって殿様のご不興を受け、お目通りを遠ざけられ閉門のところ、誰もお天使上がりますものがないために急にお呼び出しでございました。そのご上司は実は私に切腹をおせつけのところを急に思いおがえになったのでございます。ではこの役目が済めば切腹は許されますか。そのお約束でございました。人の生き死にには構いませんが、切腹はさしたくない。私は武士の切腹は嫌いだから。しかし思いがけなくお前の命を助けました。悪いことではない。今夜はいい夜だ。それではお帰り。姫君、先ほど大コウモリの黒い翼に灯火を仰ぎ消されまして、火を、ああ明かりをつけてあげましょう。返したくなくなった。もう返すまいと私は思う。ええ、あなたは播磨があなたに切腹を申しつけたと言いました。それは何の罪でございます。私が小武吉に据えました。殿様が日本一でご秘蔵の白い鷹をこのお天守へそらしました。そのお地蔵、その在家でございます。何、鷹をそらした。主従とかは恐ろしい。鷹とあの人間の命とを取り替えるのでございますか。あれは私が取りました。いや、あなたが。まことに。お恨み申し上げる。鷹は第一誰のものだと思います。鷹には鷹の世界がある。梅雨下の清い林、朝嵐、夕風の爽やかな空があります。決して人間の持ち物ではありません。大名難度というものが思い上がった行き過ぎなあの鷹をただ独り占めに自分のものとつけ終わりをしています。あなたはそうは思いませんか。美しく気高い、そして計り知られぬ意のある姫君、
あなたにはお答えができかねます。いえいえ、角立てて言い込めるのではありません。私の申すことが少しなりともお分かりになりましたら、ご家中の世間へなどもうお帰りなさいますの。千億万億の地業より私が身を捧げます。腹を切らせる殿様の代わりに私の心を差し上げます。私の命はあげましょう。あなたお帰りなさいますの。姫君、決心ができません。まだあなたは世の中に未練がある。それではお帰りなさいまし。凛々しいあの獅子に似た若いお方、お名が聞きたい。姫川図書の助と申します。懐かしい嬉しい女。図書様、清い爽やかなあなたのために印の品をあげましょう。これをその印にお持ちなさいまし。存じもよらぬ御賜物、姫君に向かいご辞退はかえって失礼。あまり尊いあっぱれな御兜。今度来ると返しません。誓って仰せまでもありません。さらば。あなた、あの方を私にくださいまし。お前様、すすきか。立派な方でございます。今まであの人を知らなかった、目の及ばなかった私は恥ずかしいよ。かねてのお望みにかのうた方をなんでお返しなさいました。あの人たちの目から見るとここにいるのは生きたものではないのだと思います。それではあなたのご器量とそのお力で無理にもお引き止めがようございますのに、何の手向かいをしましたところで。いや、器量はこちらからは見せたくない。力で人を強いるのは播磨守なんぞのこと。まことの恋は心と心。すすきや。は。しかしそうは言うものの、白鷹を据えた鷹城だと申すよ。いえんだね。きっとご縁がござりますよ。私もどうやらそう思うよ。あれ、何やらお天守下が騒がしい。まあご覧なさいまし。なんだい。武士が大勢でかがりを焚いております。図書様のお姿も。おお、兜改めが始まりました。おや、びっくりした。あの殿様の漆みたいな太い眉毛がピクピクと動きますこと。まあみんなが図書様を取り巻いてお手柄にあやかるのかしら。おや、なになになに、まあまあ奥様奥様、図書様を賊だと言います。ご秘蔵の兜を盗んだ謀反人、殿様のお首に手をかけたも同然な逆賊でございますとさ。なんて、まあ人間というものは。あれ、取り手がかかった、大勢が抜きつれた。あれ危ない、一人腕が落ちた。あら、あ、胴切り。秀吉時代から見慣れていながら、なんだね、想像し。騒がずにいられません。多勢に一人。あ、図書様がお天守に逃げ込みました。図書様。姫君、お言葉をも顧みず再びの審査をお許しください。私を賊、賊、謀反人、逆
束と申して。よく存じておりますよ。昨日今日今までもお互いに友と呼んだ人たちがいかに殿の仰せとて手の裏を返すようにようまああなたに刃を向けます。はい、微塵も知らない罪のために人間同士に殺されましては同じ人間諦められない。あなたのお手にかかります。ご禁制を破りました。お約束を背きました。その罪に服します。速やかに命をお取りくだされたい。侍たちの仲間ならばあなたのお命を取りましょう。私と一緒にはいつまでもお引きなさいまし。お情け余るお言葉ながら生きようてと売ってのやつぼら決して生かしておきません。早くお手にかけくださいまし。あなたに命を取られればもうこの上のない本も彼らに打たれるのは口惜しい。朝命を命をこういううちにも取り詰めてまいります。いいえ、ここまでは参りますまい。五重のその段そのはしごをネズミのごとく上がり通りついたしおる。かねての風説鬼神より前よりもここを恐ろしいと存じておるゆえいささか躊躇はいたしますが、すでに私の書く参ったは認めております。こういううちにもたった今。ああそれもそう。何よりは先にあなたをおかくまい申しておこう。この中へこの中へ、そしてしっかり私におつかまりなさいまし。失礼、ごめん。やあ怪しくすごく美しい女の立ち姿と見えたはこれだ。元来この獅子が並大抵のものではない。以前これは五条下外れ紫山の自主人の宮に飾ってあった。二代以前の東条殿様お高狩りの馬上から世にもあでやかな女の異難を捕らえて手取り足取りしようとしたれば舌を噛んで真うつむけに倒れて死んだ。その時になこの獅子頭をじーっと見て哀れ獅子やわらわにかばかりの力あらば虎狼の手にかかりはせじとほざいたとな。すると獅子が頭を逆しまにしてその女の血をなめなめ目から涙を流いたという。心してかからねば。木彫りにも性がある。生きた獣も同じことだ。人たちずつ目を傷つけてしまおう。誰の首だ。お前たち目のある者はよーく見よう。殿様の首、播磨の神様見印だ。恐ろしい魔物め、うかうかしてこんなところにいべきでない。に逃げねば。姫君、どこにおいでなさいます。私は目が見えなくなりました。姫君、あなた。私も目が見えなくなりました。獅子が両眼を傷つけられました。この少量で生きましたものは一人も見えなくなりました。図書様、どこに。姫君、どこに。なんと妄想ようもない。あなたお覚悟をなさいまし。今持たせてやった首も天使を出れば消えましょう。売ってはすぐに引き返してまいります。私一人は雲に乗ります。風に飛びます。虹の橋も渡ります。図書様にはできません。うお、悔しい。我ら売っての者のみに美濃笠来ても天人の揃った姿を見せて日の出月の出夕日陰にも拝ませようと思ったのに、私の方が目くらになってはただお命さえ助けられない。堪忍してくださいまし。悔やみません。姫君、
あなたのお手にかけてください。ええ、人手にはかけますまい。その代わり私も生きておりません。お天使の地にすすともなれ、落ち葉になって朽ちましょう。いや、何のためにあなたが美しい姫のこの世に流れておわすを見上げり、メイドへ行くのでございます。私も本望でございます。あなたのお手にかかるのが。真実のお声か、姫君。何のそうおっしゃるお顔が見たい。ただ一目、千歳も元瀬にただ一度、たった一度の恋なのに。ああ、私ももう一目、あの気高い美しいお顔が見たい。前世も後世もいらないが、せめてこうしていとうござんす。暇があれば八坂池のお行き様と大稲わしらの妹分亀姫にも手伝いを頼もうもの。覚悟をしました、姫組。私はあなたに未練がある。いいえ、助けたい未練がある。猶予をするとうってのやつにほふられます。あなたが手にかけてくださらずば、自分我が手で。もう切腹はいけません。ぜひもなおい。それでは私はご解釈、舌を噛み切ってあげましょう。それと一緒に紐の束根を、この私の胸を一思いに。せめてそのものをおっしゃるあなたのほのかな口元だけも言えたらばな。あなたのまつげ一筋なりと。待て、泣くな泣くな。美しい人たち、泣くな。まず目を開けて神勢よ。どうだのう、それ見えよ。ちゃんと開いた。嬉しそうに開いた。あなたは。されば近江の城登録、誰かの櫛にボタンも刻めば、この獅子頭も掘った、丹波の国の用事削りさ。まあ、こんな姿を、恥ずかしい。見える、恥ずかしそうに見える、決まりの悪そうに見えるが、やっぱり嬉しそうに見える。むつまじいな、若い者。そのうちにもそっとその上にも涼しい目にして神勢よ。ほら、ご覧、光がさす。世は戦でも蝶が舞う。なでしこも桔梗も咲くぞ。
そしてここには獅子がいる。